しくね。よろよろ。お疲れ様、お疲れ様です。お疲れ様。すごい、もう前髪が伸びに伸びちゃって、もうすごい巻いてますねっていう小話でした。なっちゃんさん、プレゼントありがとう。ぷーちゃんさん、雪の結晶ありがとう。もうでもね、あれですよね、あれ今日22だから、あさってとかぐらいにですよね、公演。みやびちゃんのメール1日何通ぐらい届く？みやびちゃんのメールですはね。すごい変な日本語になっちゃった。今日はね、何通送ったかな。お休みメールも送ってて、そうちょっと時間的にあれだと思ったんで、1、2、3、4、5、6、7通送ってます。今日は7通ですね。あ、今日も来ました。こんばんは、こんばんは。白熊さんありがとう。雪の結晶どうも。髪型かわいい、嬉しい。そう、あれにしてみました。なんて言うんだっけこれ。あれです。6通届いてる。あ、そう、今ね、お休みメール送ったから7になる、なります。すごい今日絶不調ですね。サイドポニー、そうそれ。いや、ここまで出てたんですよ。ここ、あ、顎をちょい上ぐらいまで出てたんですけど、そう、最後のね、押しがダメだったね。ねえ、メールの数をまとめてる人いた。すごっ。そう、待ってます、よろしく。届くはずなので。はい、人類と話はしましたか。いや、今日はねしてないですね。そう、すごい寒かったし。そう、おお、ありがとう雪の結晶。イエさんどうも。そう、人類と今日話してないんでね。あ、でも電話はしましたよ。そう、電話はした、あのママビームと。すごい目があってなんか言われてる。そう、それで今日ちょっとねやろうかなって思うことがあって、そう、ママビームがね送ってくれたんですけど、そう。ともちゃんありがとう、プレゼントどうも。しゅうさんかわいい、ありがとう、どうもです。冬の休みの日はこもりがち、わかる、わかるよ。なーに、ちょっと待ってね、プリオが、あ、よかった携帯落とさなかった。そう、まあクリスマスも近いじゃないですかね。クリスマスイブもなんて、さらにあさってとかの話でしょ。なので飾り付けをしようかなと思って、こんなのがあります。肉さんハートありがとう、たくさんハート畑や。そう、こんなのがねあるので、これをちょっとなんとかできたらなと思って、こんな感じですかね。に、そう、ひげのおじさんですね。そう、というやつです。そう、まあただね、本当につけるだけなので、ちょっとプリ危ないからって言っててね、ごめんね。あー、たくさんありがとう。あと肉さんどうも。かわいいでしょ。まあ私が選んだんじゃないんですけど、ちょっとごめんね、ガサガサうるさくなって。まあ ASMR だと思って。今日はね、22時半までします。お願いします。
22時半になったらいつも通り1位の人にお礼書いて壇上を読んでいきたいと思います。そう、それでね、付属のもんつけてくれててね、あープリン損なったらダメ、あー大丈夫かな、ちょっとごめんね、物を取れなくて谷川ゆうたかさん、ありがとう、プレゼントどうもありがとう。ゆきえさん、ゆきえちゃん、ありがとう、プレゼント肉さんもたくさんあとありがとうございます、ありがとう。そう、ということでプリオに潰されちゃってるそう、これをどうやろうかな。そう、これね、あれなんですよ。そう、あ、ちょっと待って、これは取りたいからプリオ見切れてて可愛いよいしょ。そう、こんな感じになってて、そう、日付なんですよ、これもう終わっちゃうんですけど今年そう、今日22ですよね、22だから22のところにこれを、このキャンディーみたいなのを刺すみたいなやつですね。全然入らない、入った、そう、カレンダーみたいな感じのやつです。そう、これをつけていきましょう。ちょっと反対折りにして、ちょっと折り目ついちゃったんで、あと10日余りなんですけどまあ、楽しんでね、いきましょう。残りもね、あ、そうそうそう、ハウステンボス見ました？昼と夜どっちも出ます、私よろしくお願いします。ハウステンボスのカウントダウンと、あと昼のライブですかね。そう、どっちも出るのでお願いします。今回は配信はないんですけど、そうそう、配信はないんですよ今回、ハウステンボス。でも出るので、もしよかったら見に来てください長さん、ありがとう、プレゼントどうもハウステンボスの時2人でこっそり抜け出そう抜け出しちゃうか、夢の中でなで、これなんですけど、あんまり私これ付け方分かってなくて、ひとまずどういう風に、そう、配信ないんですよ今年ね。あ、洋服に引っかかってるのか、こんな感じ？ちょっと斜めってる？どう？そっかプリオが答えてくれた、斜めってる？これだと、そう、大きいんですよねそう、結構つけるのが難しいというか、そう、ここじゃない、ここここか、ここじゃないです、どう、どうかな、どうかな、ええ感じ、あ、固定できないちょっと私の片手だけのね、腕力でねいい位置を見つけたんですけど、固定が、待って、どうやればいいんだろうな、最初に画鋲をね、上げとくべきでしたね。ガビーンみたいなね、画鋲をさせなくて、ガビーンみたいな感じで、ここでこう開ければいいんですよ。あ、ずれちゃった。ああ、あ、待って。あ、じゃあちょっと画鋲開けてから、ガビーンって感じですね。画鋲開けてから、そう、これ跡がつかないみたいなやつなんで大丈夫です。あ、プリオダメダメダメ、危ないから、ちょっと待ってね、ふん
よし言うと思ったそう、これ一個でいけるかな。これをこうするだけか。なるほど。そう、これをちょっと置いといて、プリを今は絶対塗っちゃダメだからね。ちょっと待ってね。はいはいはい、かわいい、ありがとう純ちゃんありがとう。で探しましょう、またいい感じの位置を。そう、でもこれこうやって垂れちゃうから、ここじゃないな。あ、ここ下がでも見にくいですかね。どう、あ、ダメ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 、よかったよかった、止められてる。ここ円じゃ、もうちょい上に上げる。そこやん、じゃあここにします。あ、待って、この画鋲押さえながらだと、あ、そういう感じね。あ、すいません、またちょっと、はい、取って、先に画鋲をね刺してからしましょう。やり直しです。いや、なんか違うな、なんか斜めってないです。学びましたねコントですかねコント飾り付け、結構上にここぐらい、どう、なんか斜めってるかな、ここら辺どうですか、今の位置いい、もうちょい上、ええんちゃう。お、じゃあちょっと待ってすごい力弱いアピールじゃないんですけど、全然刺さらない。あー、なんだこれ、これでいいのか。よいしょ、よし、どう、どうです。あ、24日まで、本当だそう、早くやんなきゃって思っててずっとやってなくてね。本当だ、24日までですねこれいい感じ、ツーショット、イエーイよし、でもちょっと念のために、でもいいかな、これはちょっと危ないので、画鋲はしまいたいので、ちょっと待ってね、明後日で終わりいやでもちょっとの間でもね、楽しんでいきましょうよ。そうそう、楽しんでいきましょう。よし、しまいました。よし、ありがとうで何日です、今184日、ありがとう、ありがとうございますありがとう。今ねちゃんと、え、でもなんか位置微妙かな。私がこう来るでしょ、まあいいか、めでとう、ありがとうひであきさん、ありがとうございます、プレゼントどうもありがとう。
そう、こう言っちゃうとねちょっとかぶっちゃうんですけど、まあ見えてるから大丈夫かな。はい、ちょっと足がしびれちゃったいいんじゃない、固定されてるしちゃんと。ちょっとここの折り目はねどうしてもついちゃったんであれなんですけど、そうこれをしたかったんですありがとうございましたずっとサンタ見てないそう今は膝の上いますね大きめのパーカーかわいい、かわいいよねこれお気に入りなんですよ。そう、なんか私の今日のラッキーカラーが薄紫で、そうそうなんですよ。今日配信来れてよかった、今バイト終わった、あらお疲れ、お疲れんこんです、のんちゃん。おつおつ、そう薄紫だったんですよ。そう、それでね、そうなんかラッキーなことあった、ラッキー、まあラッキーちゃラッキーな日だったんじゃないんですかねまあいいんじゃないかな、これも取り付けできたし「お疲れーずん」、あーいいねそれ、ちょっと今後使っていきますね、パクっていきます、ありがとうございます。プッチョさんありがとう、プレゼントどうも。そう、無料で箱がもらえるので、ぜひ持ってる方いたら投げてくれると嬉しいです、お願いします。ゴリーナさんありがとう、プレゼントどうも。現在 43,377 になりましたありがとう、あーともちゃんありがとう、雪の結晶どうもありがとう。もみそか仕事で行けなくて、あらー涙流してる、拭ってあげるよその涙ゆずちよさんありがとう、雪の結晶どうも。そうちょっと私がこっち側に来た方がいいのか、こうすると、おうみんなはなんかラッキーなことありました？みんな占いとか見てます？朝とかね、ちいかわ占いとかもね最近はあるけど、え、でもちいかわ占いね結構当たってる気がしなくもない大晦日頑張ってね、応援してます、ありがとう頑張ります、頑張る頑張る。マサさんありがとう、プレゼント。そしてクマさんありがとうございます、雪の結晶どうも。しいたけ占いオンリー、おー、みやびちゃんの配信が見れたのがラッキーかな、120点です何もいいことないねんってあのなんかしょんぼりしたしおり先生みたいなのを降臨させないでくださいねえいいことあるよ、ねえねえみんなそうだよね通常運転、まああのね普通が一番みたいなの言いますからね。そう、まあ、風邪ひいたりね、みんながそう体調不良とかなってなければ私は幸せです。うましかさん、ああありがとうプレゼント。パカラです。感謝って意味ね。そう。あでもいいことあったかも。そう、あの私あの事務所とかが結構人多かったりすると、あのダンススタジオ借りるんですけど。そう、そのダンススタジオが家の近くではないけど近くっ
って言われれば近くかもしれないゾーンみたいなところにできて、いや近くではないのかな。そう嬉しかったですね。それがなんか新しく福岡に、なんかその系列の店舗なんですけど、その一人用とかなんか 2、3人、4人、多くて5人は絶対入ると思うんですけど、まあ場所とかそのスタジオの大きさによるんですけど、そう、いや多分近くないかな。近くないと思うんですけど、そう、それがね、なんか2店舗目が福岡にできたので、そう、それがラッキーでしたかね。そう、今日初めて知った。謎にシェイクシャックの公式さんからいいね来てた。それはあれじゃないですか、福岡にもちょっと作っちゃおうかなみたいな、シェイクシャックさんのねあれじゃないですか、匂わせというか。初見ありがとう。ね、そうじゃない、まあありがとうの意味もあると思うんですけど。いいことじゃないですか。そう、小さいことでもね、そう、なんて言うんでしょうね、まあ塵も積もればうんぬんって言いますから、いいことあるよ。じゅんちゃんありがとう、メリクリ、どうも。ね、山となる、そう、今のは分かってましたよ。って感じですかね。もう意外に早くこれ終わっちゃったから、もっと時間要するかと思ったけど、そう、大丈夫ですね、取れなさそうだし、22に入ってるね、 OK。 塵も積もれば大和なでしこ、それはあれでしょ、恋愛サークルシミュレーションですっけ、曲名。そう、物語シリーズはね見てないんですよ私。そう、ちょっとだけ見たけど、そう、そうなんですよ。クリスマスにチキン食べる、あー忘れてたね普通に。どうしようかな、食べようかな。そう、今ね別に禁止にしてるものとかはないんですけど、そう、プッチョさんありがとう、プレゼントどうも。チキンか、やっぱチキンといえばあれですか、みんなケンタッキーとかですか、クリスマスとかだとね、大きいボックスみたいなの出ますもんね毎年。あー、ピザ食べる、いいね、ピザクック好きですよ。わあいいね。他にみんな何食べるんですか。ケンタッキー近くにない、あら、七面鳥、本当に。自分でオーブンでってこと、すごい。あ、コストコとかに売ってそうかな、ん、なんかちょっと韻を踏めそうだった気がした。でも必ず食べるものか、あ、そうで、なんかクリスマスケーキがうんぬんみたいな話昨日したじゃないですか、ちょっとだけ。そう、その後ね YouTube でいろいろ調べたんですよ、レンチンでできる生地の作り方みたいなやつとか、なんか型さえ買えば、ケーキの型さえ買えばね、レンチンで作れそう自分で。そう、いいレシピを見つけまして、そう。万能ですよ本当、もうすごいよ。そう、おみかんさんありがとう、プレゼントどうもです。そう、
だから作れそうな予感がするので、まあ、ちょっと材料はね足りないのはあるっちゃあるので、それはまあスーパーとかで揃えつつって感じだったら全然作れそう。でもあれがないんですよね、まあケーキのスポンジ半分に切るじゃないですか。で、あのその後のあれ生クリーム塗る時のくるくるくるってやる台、ケーキ台、なんていうのかわからないけど、そうそれがなくてね、そううまく塗れなさそう。そうでも100均で売ってそうっちゃ売ってそうなんですけどね。白熊さんありがとう、プレゼントだもん。あーガトーショコラとか、あー確かにそれでもいいのか。ターンテーブル、あなるほど。そうレンチンでできるんですよね。リナ持ってそう、でも使いそうだから、そうやっぱちょっと借りれないかな。そうあるかな100均に。そうちょっとね1回きりのため、1回、まあ来年とかもやると思うんですけど、そうどうしようかなと思って。自分が回る。ターンテーブルなしでもでもできますよね、塗るだけとかだったら。まあ塗るだけって言ったらちょっとあれですけどね、100均にありそうね。ありそうよね、なんか品揃えがいいところだったらありそう。ちょっとね、あの私今日カミカミすぎるんですけど、まあ、人類とは電話では話したじゃないですか。で、あの噛んでる理由なんですけど、そうすごい火傷したんですよ私。そう舌をね今めちゃくちゃ火傷してて、あのそんなものすごいわーみたいな感じではないんですけど、そう今日オートミールでオムライス作ったんですね。でお腹空いてたから私、そうもうまあ別にレンチンしたてだけどいけるでしょうと思って食べたらね、すごい熱すぎてね、なんか一人でホワホワみたいな言ってた。そうそうなんですよ、もうねそうメールにそう送ったやつ、そうね普通に一口そのままもうレンチンで出して机に置いてもういただきますみたいな感じで食べたらね、もうすごいあれでしたね。落ち着いて食べないからね、落ち着きはねレディーですからね、もう取り戻していきましょうね。めっちゃ暑いだろうに、そうもうね暑かったですね。あのなんかもう暑いというより暑すぎて痛いみたいな感じかな。そうそうなんですよ。みやび猫舌じゃないの？いや猫舌ではないでしょう。いや私は違うと思ってますよ。そうあ100均で回転テーブルってやつが売ってるらしい。あありがとうございます。じゃあ100均にレッツゴーですね。ありがとう教えてくれて。そう食欲がね勝ってしまってね、そうなんですよ、そうそうなの。なんかなんだろう、体力とかももっとつけたいなと思って、今日縄跳び、エア縄跳び前買ったみたいな話したじゃないですか。そう、それをねやったんですよ。エア縄跳び1000回チャレンジみたいなのがあって、そうそれをねやったんですよ。だからもうお腹がペコペコでね。そうでも1000回ってすごくないですか。なんかね膝とか全然痛めてないから大丈夫なんですけど、そうそうなんですよ、1000回しちゃった。
明日もしますと宣言しといたらね、逃れられないんで、なんか罪悪感湧いちゃうから、そう大丈夫、いける。コウタさんありがとう。ブシロノエルどっち。あーお店によって品揃え違うから、あーじゃあそれはなんかしときますね。そう1000回数えるの大変。あでもね、なんかカウント付きのやつなんですよね。そうだからね、あの見えるんですよ、そう何回っていうのが。そうなんですよね、二重飛びできる、二重飛びできなくはないですよ。でも連続でその10回とかはきついかも。あれもできる、あや飛びとかもできますね。そうそうね、ふくらはぎ意外に大丈夫でしたよ。あの途中途中でね、あのいきなり1000回ぶっ続けってわけじゃなくて、なんか100回終わったらちょっと休憩して、200回終わったら休憩みたいなのをしてたから。どれくらい時間かかる？え、でもね、15分ぐらい、そう休憩挟んだからそのぐらいかかったけど、そう休憩なしだと多分10分ぐらいで終わっちゃう人は終わっちゃうんじゃないかな。そう全然いけると思う。水泳のトレーニングで縄跳びやってた？いやそれはやってないですね。そう水泳の時はトレーニングなんか走るぐらいしかしなかった気がする。おじさんは膝やりそう。そんなこと言わないな。カウントダウン配信ないんやね。そうなんですよ、だからぜひお越しください、待ってますよ。全然でも私もね久しぶりだったから縄跳びって、そう大縄はねちょっと苦手なんですけど、そう普通の縄跳びなら全然できるからね、そうちょっとチャレンジしてね、それであれですね、やけどにつながったって話でした。そうすごかったもん、まだあのレンチンで取り出した時に卵がプツプツって言ってて、そう縄跳びどれぐらいぶり、えどれぐらい、うーんでもなんかエア縄跳びみたいなのはやってた時はやってたんで、そんなに経ってないかな、1年経ってないと思う。うん、くよ、そう全然1年経ってないかな。もう初期のまだ候補生だった時に、そうあの縄跳びのトレーニングみたいなのがあって、ダンスの前に、そうそれはねなんか私はねすごいできてるイメージだったんですよ。そうもう普通にピョンピョンピョンって飛んでる感じだったんですけど、なんかマネージャーさんたちから見たら全然できてなかったらしい。そうそれね言われたの今でも覚えてる。長野は本当に縄跳び下手だったよなって言われて、えっと思って、そうなんか記憶のね違いというかね、そう認識の違いですか。まあそうなんですよ、もうそうそういうのがねちょっとあったんですよ最初の方は。で全然私はね、そう動画はないかな。そう候補生だからね、候補生の時のだったから5期生になってたら多分あったかもしれないんですけど、そうん4万5000までいった、ありがとうございます。どうもたかちゃんかものあしさんありがとう、プレゼント
どうも。動画はさすがにないかな、撮ってないですね。そう、あと私その候補生の時バレエの動きやるのも初めてだったんですよ。それもね苦戦してましたね。そう。飛べてるけど無駄な動きが多かったのかな。オーディションの時何歌ったの？あ、ビンゴですね。そう。私はビンゴ、ミヤビンゴってね。そう、このネタね、絶対に受けないんですけど、そう、言わずにいられなくてね。そうなんですよ。白熊さん、グッジョブ、ありがとう。100点、あら、ありがとう。優しい、みんな。そう、そうですね、いろいろ思い出しますね。ミヤビンゴ詳しく、いや、ミヤビでビンゴでね、ミヤビンゴって。そう。そう、絶対にね、ビンゴを披露する時とかに誰かに言ってるんですけど、一回も受けたことないですね。うん、慣れましたね。でももうそれも慣れましたよ。ファイト。ありがとう、じゅんちゃん、頑張るね、受けるように。慣れたらあかん。受けると思うのに。まあそうですよね、受けるよね、このネタね。その勢いでカラオケを、そう、カラオケとかねしたいんですけど、まだ見つからないんですよね、あのコードのあれが。そう、あの iPad がね、あれでね、タイプ C のやつで、そう、それのプラグが見つからなくて、もうごめんね。白熊さん、ハートありがとう、どうも。そうなんですよ、やりたいんですけどね。レモレモンさん、ありがとう、プレゼント、どうもです。もうやりたいとは思ってるので、ぜひ乞うご期待です。でもカラオケとかで思い出したけど、私そのなんだろう、なんかボイトレとかで教わった通りに、なんかカラオケでなんかエコーとかを切った状態で歌うといいよってボイトレの先生から言われて、そう、それでカラオケでね、前試してみたんですよ。でなんかまあ、これ話したかもしれないんですけど、そう、英二先生ですね。そう教わって、そうやって練習するときはエコーも切って、あと音量とかもちょっと小さめにするといいみたいなの聞いて、そう、それで、まあ、私カラオケに一人で向かったんですよ。一人カラオケで練習しようかなと思って、そう、そしたらなんか今こちらの部屋しか空いてないんですけどよろしいでしょうかみたいなこと言われて、ちょっと大人数のお部屋になってしまうんですけどみたいなのを言われたんですね。そう、私一人だったから、そう、まあ、普通の部屋に案内されるのかなと思ったら、その大人数の部屋に案内されて、そう、でもまあ大人数って言っても、まあ、10人ぐらいの部屋なのかなって思ったんですよ。そう、そしたらね、なんか20人30人ぐらい入るよみたいな部屋に通されて、そう、すごい、本当にもうね、私が今までカラオケ行った中で一番広い部屋見たって感じの部屋に通されて、全然なんか、そう、もうなんですよ、ソロコン。そう、本当に、でも本当にもうソロでできるぐらい、なんかもうなんだろう、壁に鏡とかもあって、
そう、歌ってる自分のなんかあのポツンっていう姿が映ってるんですね。そう、すごいね、寂しかったですね、あれは。そう、料金とかもね、全然なんか他の部屋と同じで大丈夫なんですけど、どうでしょうかって言われたんで、そう、その部屋に行ったって感じですね。そう、すごかったですね。鏡あるならダンスレッスンもできるやん。いや、ちょっと踊りながら歌ったんで、そう、もう全然ね、なんかもうウィンウィンの関係というか。二人で行った時同じことあった。あー、やっぱありますか、あるあるなのかな。きなこもちさん、ありがとう。雪の結晶、どうも。久しぶり。再現してみるって。再現はむずくない。そう、VIP ルームみたいな感じ、本当に。そう、落ち着かない感じ。そう、そうなんですよ。なんかね、すごいそわそわしちゃうというか、なんかちょっと私本当にここいていいのかなって思っちゃって。そう、まあちゃんと時間はね守ってやったからいいんですけど、そう、すごい恥ずかしかったですね。なんかアネビームに、そう、その鏡越しに写真撮って、なんかこの部屋に通されたっていうの言ったらね、なんかワロタってきましたね。何曲ぐらい、何曲ぐらいだろう。でも一公演分ぐらいは歌った気がする。そう、見られたら恥ずかしいんですよね。そう。だからあのお茶とか持ってきてもらう時とかすごい気まずくて、あ、ありがとうございますみたいな感じだった。また会ったらメールに送ってもろて。じゃあ、 あのメールとかでね送って、みんなで何のなんか寂しさをね解消してください、私の。そう。たかちゃん、かもなしさん、ありがとう。星どうもです、ありがとう。とセムッチさん、ありがとう、プレゼントどうも。そう、まあ、そんな時がねありましたね。お金払ってでも覗きたかった。私のソロコン。でもねえ、じゃあ瀬取りとかねちゃんと組まないとね。いや、全然もう覗かれたらね終わりって感じでしたね。まあ全然なかったんですけど、そういうのは。そう、でもなんか反対側の部屋というか、同じ階のそのなんだろう、まあ同じような大きい部屋に女の子たちが集まってて、そう、なんかキャッキャーみたいな声が聞こえてくるじゃないですか、多少ね。そう、それ聞いてね、なんかさらに虚しさが倍増しましたね。配信してほしかった。まあ許可取らないといけないからね。そう、なんか向こうはすごい楽しんでるのに、私何してるんだろうなってちょっと思っちゃって、でもいや、でも練習するんだからって思ってね。そう、今の髪型かわいい、え、ありがとう。え、じゃあこれしちゃおうかな、ハウステンボスの時とか。かっガッキーさん、ありがとう、プレゼントどうも。現実見たら負けやで。まあそりゃあそうね、確かに負けですね。常にね勝っていかないと、人生。うん、メール来た、おお、よかった、してして。お、じゃあちょっとね、もうちょっと高めでしたいですね。このぐらい、このぐらいでしたい。耳ここぐらいでしてみたいですね。メール来た、よかった、7通です今日は。ラッキーセブンですね。
みやびちゃん本当におしゃべり会でもショールーム配信でもいろいろ工夫してくれるからめっちゃ楽しい。ありがとうありがとう、嬉しいみんながねこうやって一緒に話してくれるから私もショールームできるってもんだし、サイドポニーもっと上でもか、そうそうなんですよ。でもねちょっと髪の毛がねこっちちょっとこうやって今出てきちゃってるじゃないですか。そうこういう毛がね出てきちゃうんでいけてね多分ここぐらいだと思うんですよね、多分こことか。そうここら辺はね厳しいかもしれん。二つ結びとかだったら片方ずつだったらいけそうな気はするんですけど、そうサイドポニーはねでも公園でしたことないですよね。いいねサイドポニー、いいね、ちょっと一回してみたいですね涼しそうだし、でも大丈夫かな、あ大丈夫か、あんまり来なさそう、重量的に片方に寄ってるから。サイドポニー、そうポニーテールはちょっとまだだけど、サイドポニーはありえますすごいみんな好きねサイドポニー。なんとリンゴちゃんヘアでしょリンゴちゃんヘアかね、やろういいよ。メンバーの髪の毛がぶつかってくることある？気づかないかなそんなに。だって髪の毛ってそんなすごいもうなんだろう、アフロみたいな方がぶつかってきたらそれはなんかわかるけど、そんなにかな、パサッくらいだったら全然気づかないというかそこまで意識しないかな。ずんだもちさんありがとう。待って、きなこもちさんだごめんなさい勝手に変えちゃった名前きなこもちさんありがとう。きなこもちちゃん雪の結晶ありがとう。ごめんなさい、私が食べたいものにしてしまいました、勝手に。あの私ずんだもち好きなんですよ、言い訳です、ごめんりんごちゃんの日は来るのか、来ますよ多分そのうちねパチパチ当たるって言ってた子いたような気がする。あーまあ当たるときは当たるんじゃない、その近さによりますけどね。バラードとかはね当たりにくいよね、欲もがずんだ餅に改名するいいのいいんですか。いやでも大切にしましょう名前、きなこ餅ちゃんありがとう、ごめんねほんとごめんそうずんだはね好きなんですよね。ずんだは別名なんでしょう、え別名、別名とかあるの、ずんだ、え枝豆でしょ、え枝豆餅とかそういうこと、え分からん、はるたんさんが人にも自分にも髪の毛が当たるって言ってた気がする。そうなんだ、人に、あでも自分に当たるのはわかる、そう枝豆餅、あ合ってるんだ、すごっ、私なんかすごい正解しちゃった詩人とかの時はね自分の髪の毛バッサバサだからねわかりますよ、そうもう自分の髪もバチバチバチってくるからそれはわかる自信持って答えてこね、自信持ちましょう。枝豆ね、わいいね枝豆食べたいね。そうでもここ1ヶ月ぐらいねすごいもつ鍋食べたい欲がすごくてね、そう
そうなんですよ、もつ鍋食べたいなと思ってるっていうだけでした。痛ってなったことある？それはないかな。痛いとかはないかな。そう、今日スシローにしちゃった。でも見ましたよ、いいなーって思った。あ、天丼代わりに食べときました。おお、ありがとう。そう、天丼食べたい欲ともつ鍋欲がねあるんですよ私今。そう、ぜひ皆さん代わりに食べてください。明日前乗りするから間に合えばもつ鍋食べようかな。お、ぜひ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 ね。私のことカズチーと私のことカズチーって話してたって読んじゃった。話してくださってたの、嬉しい。おお、もうたくさんありがとう。一重馬さんプレゼントありがとうございます。アイスでずんだ餅のやつ見たことある？アイス？普通の？すごい。まあ、でも今カヌレのアイスとかありますもんね。水炊きも美味しいですよ。あ、わかるわかる。水炊きも好きですよ。そう。もつ鍋食べたことないんだけど珍しいのかな。まあ、人によるんじゃないのかな。そうですね。カズチーといえばみやび。そう、でもね、ねねさんにね、ホタチっていうのもね渡してみたくて、そう、ちょっと自主練の時とか被らないかなっていうのをねちょっと企んでます。そうそうなんですよ。ミヤミームがマヨコーン好きって聞いて自分も毎回頼むようになりました。おお、いいじゃん。あ、ともちゃんありがとう。スノードームどうもです、ありがとう。4万6千人いった、ありがとうございます。甘納豆アイス、そんなのあるのね。だご汁で合ってる？食べたことないかな。プッチョさん、あ、ありがとう、たくさんありがとうございます。おお、ありがとう、プレゼントどうも。白熊さんもハートありがとう。あら、たくさんありがとう。あ、タイムフリーで聞けますよ。おお、じゃあ聞いちゃおうかな。でもちょっと恥ずかしくなっちゃいますね。なんか嬉しいけどちょっと恥ずかしさというかなんというかって感じですね。嬉しい、でも話題に出たんだったら。プリオが来ましたね。みやびちゃんの地元では団子ジェルっていうかもね。わかんないかも。ほう、みやびちゃんに公園で会いたい。あ、かっこずんだ餅になってる。会おうよ、待ってますよ。待ってます。あ、九州の名物。あらあらあら、全然まだまだ詳しくなかったですね。そう、あの九州味噌を使った豚汁とかはあのよくコンビニで買ったりしてましたね。そう、すごい美味しい。
そう、プリオが今ね膝の上来てくれてますね。かわいい。なんかすごい意外でありますね。でもね、そうもつ鍋とか水炊きも好きなんですけど、そう鶏皮系も私好きですよ。鶏皮餃子とかも好き。筑前煮のことを福岡ではなんていうか知ってますか？え、わかんない。そのままじゃないんだ。なんていうの？スルーしていいですよさん。ありがとう、プレゼントどうも。あー、ブラックモンブラン、あー、それはね食べたことありますよ。美味しいよね。画面、そうやって呼ぶんだ。ともちゃんありがとう、ブシドノエルどうもです。さときちさんありがとう、プレゼントどうも。なんか勉強になりますね。いいですね。あ、ちょっと小腹空いてきちゃいますね。また一つ学んだ、賢くなりました。でも地方で呼び方変わるっていうのはあるあるですよね。結構食べ物とかね、あれとかもそうじゃないですか。お、大判焼きとか。ひろゆうさんありがとう、雪の結晶どうも。せんやさんありがとう、プレゼントどうもです。コンビニの焼き鳥って食べる？え、全然あったら、なんか私タレより塩派なんで、そうあったら食べるかなって感じ。大分は回転焼き、オリジナルな呼び方、なんだろうな。おでんにからしはつけますか？つけますね。そう、それはつける。はん、あら早いね。読んでいきましょう。ちょっと近いつきます。はい、あ、間違えた。間違えた。じゃあ読みます。13位の人から。13位は赤いグリフォンさんです。12位はコータさんです。11位は86さんです。10位みやびと聖なる夜を過ごしたいさんです。9位プッチョさんです。8位ファニーデーさんです。7位プーちゃんさんです。6位白熊さんです。5位ひであきさんです。4位はたかちゃんかもなしさんです。3位はゆうさんです。2位は、いちうまさんです。そして1位はドゥルルン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 バン、ともちゃんでした。おめでとうございます。おめでとう。あんまり変な名前にしてると呼ばない時あるんで、ちょっと注意してくださいね。ということで書きます。プリオの毛がすごいついてる。ありがとうですし、こちらこそ。何か呼ばなくていい？でもね、なんか壇上に上がってくれてるからっていうのもあるんですけど、そうだからちょっと気をつけてほしいです。まあ楽しんでいきましょう。なんか書いてほしい動物あったら今のうちにお願いします。おめでとうですし、サンタさん、あー飾ったし、いいよ。オッケーオッケー。
1,2,3,4,5,6 みやびよりサンタ、こんな感じで、あ、まあいいんじゃないかな、いい感じな気がします。はい、かけた、よし、おめでとうございます。めちゃくちゃサンタでしょこれは。おめでとう。うまっ、ね、上手じゃないですまあいつもなんですけどかわいいちょっとワンパンマンに見える。あー言われればサンタかわいい。あーよかった、ハートちゃんをねここにちょっと紛れさせました。おめでとうございます、おめでとう、こっちのがいいかな、おめでとうございます、おめでとう。OK、ありがとう。おめでとうございました。ほい。ということで、1位、おめでとうございます。壇上に上がっている皆さんも、おめでとうございます。見てくれた方も、ありがとうございました。最後で噛んじゃった。あ、ゆうさん、ありがとう。雪の結晶。どうも。それじゃあ、また明日ね。じゅんちゃん、ありがとう。プレゼント。バイバーイ。おやすみなさーい。